今村天主堂は、福岡県三井郡立原井町大浅今にあるキリスト教の聖堂である。今村教会堂などの名でも呼ばれる。1913年に竣工した赤レンガ作りの天主堂は、国の重要文化財に指定されている。この聖堂を現用しているカトリック、福岡市教区においては、カトリック、今村教会の名称を用いている。2017年に、 国の重要文化財に指定された蔡の名称は今村天守堂である。これに先立ち2006年に福岡県の有形文化財に指定された蔡の名称は今村教会堂であった。内部旧地区五国の今地区は江戸時代に隠れキリシタンとして信仰を守った人々が多く暮らしたという歴史を持つ。今村のキリスト教信仰は 戦国時代に遡るとされるが、起源は、はっきりしない。キリシタン大名として、著名な大友総麟の支配下にあった1560年代には、早くも、新都集団が現れたという。豊臣秀吉による、九州平定後の領土配分によって、統治一体の領主となった久留米城主毛利周法も、熱心なキリシタン大名であった。徳川幕府による、 近教令以後も今村の信徒たちは隠れリりタンとして信仰を続けていた。現在の聖堂の祭壇は江戸時代初期に殉教し、その後地元信徒の数計を集めたジョアン・マタイモンの墓の上に設けられている。幕末、長崎・オ浦ラ天主道のベルナール・アルプティジャン神父は隠れリりタンの発見とカトリック教会の正当な信仰への復帰に努めていた。 1867年、プティジャン神父とその神徒たちによって、今村のキリシタンたちが発見された。当時、今村地域には200個ほどのキリシタンが潜伏していた。隠れキリシタンが多く存在した九州でも、平野部でのキリシタン発見は、極めて稀なことであった。1873年のキリシタン禁令解禁まで、今村の神徒と大浦天主堂は、 密かな連絡を保ち、信仰を守った。1879年10月、大浦からジャンマリーイコール神父が、今村の神徒の死牧に着任し、1年間で1063名に、洗礼を授けた。この時はまだ聖堂はなく、青木さんやかの土蔵をミサに使用していた。1880年11月には、 ミシェル・ソーレ神父が今村に着任以後1889年までこの地にあった。今村に最初の聖堂が建てられたのは1881年のことである。この聖堂は間もなくて狭になり1887年に増築されている。ホンダホの像1896年9月に着任した長崎出身の第四代主任司祭ホンダホ神父は 1908年協会の改築計画を立て、江戸時代の殉教者、ジョアン・マタエモンの墓の真上に大祭壇が位置する構想に基づき、新しい大聖堂の建築を計画した。海外にも広く寄付を募った。特に、ドイツからは、多くの城材が寄せられたという。現在の聖堂は、鉄川はヨの設計のもと、1912年に着工。 軟弱な地盤を克服する苦心の工事であったが、信徒の労働奉仕も受け、1913年12月8日に、竣工した。聖堂は、正面に六角形の相当を持つロマネスク様式の赤レンガ建築で、長崎の旧浦上天主堂を一回り小さくした、設計で作られ、国内のレンガ作りの境界堂としては、唯一の相当となる。 設計、施考に当たった、鉄川義四は、長崎県を中心に、九州地方で、多くの教会堂建築を手掛けた人物であり、彼の七棟目の教会建築となる。また、本田神父は、今村出身のブラジル在留人に等に取り付ける、釣り金の寄付を求め、寄贈が実現し、1914年長崎市教の、性別を得た。金の音色は親しまれていたが、 1945年、太平洋戦争の終戦直前に挑発された。近代の赤レンガ建築への関心から、以下のように高い評価を得ている。2006年、今村教海道の名称で、福岡県指定有形文化財に指定され、2015年7月に、今村天主堂として、国の重要文化財に指定された。今村天主堂は間口14.6メートル。 奥行き37.1メートル、三郎式走りか型の境界道である。建物外周部と正面の相当、アプス周囲は、レンガ造り、内部は、木造とする。小屋組は、木造のキングポストトラスとし、屋根は、三河薔葺きである。外観はロマネスクを基調とする。道内は、新郎と側廊の境を、アーケードで区切り、アーケードの柱は、 コリント式中途を持つ円柱である。アーケード、トリーフォリウム、クリアストーリーからなる三層構成の新郎、リブボールと天井などを備えた、整った様式を示し、鉄川よヨスの代表作の一つである。ありがとうございます。